伊豆いらっしゃい、宮いらっしゃい、リエちゃんいらっしゃい。くだいらっしゃい。いいですね。なんだそれ。え？これサーターアンダーギー。沖縄のことを配信してるやつがいて、なるほど。サーターアンダーギーを食いたくなった。そいつの配信は見たくないけど、あ、沖縄の国がいいな。あ、サーターアンダーギー食いに行こう。ラジオばっかしてる配信は意味がわからん配信、イラッとする。いや、なしでいいよ。好きな人いるか、うん、気持ちはありがたい、ありがたいですけど、連れてってか、クソ眠て、うん、そっかな。中村 A 版だぞ、うん、関係ないんだよね、ぶっちゃけ。それね、それでなんかコメントで知るのは別にいいんだけど、なんかいちいちは DM とか LINE で A 版だぞ、 A 版だぞって、いや、だからなんだよって言う。だからなんだよっていうね。でも配信のコメントでよくねそれって思うんだよ、コメントに書くの。姉妹楽しくね。今日最悪でした、マジで。マスクが汚い、うるせえ。なんか鼻の穴の風左右したいでしょ。いや、それ生まれつきだね。どうでもいいやそんなとと。人間はさ、顔の左右ね、期待症だって。戻したのか。いや、戻したっていうか、あれ、なんか茶色くなってきた。なんで今日そこまで暑くないやろ、うん、今日寒いぐらいだよ。マリリンお茶爆100アイス、プレ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 。はーん、仕事どうなったよ。いや、首実家に泊まれたの。泊まれてないね。泊まれたっていうか、まあ
めちゃめんどくさいから、ね、ホテル取って朝方5時ぐらいに帰ってこいってなって、でとりあえずまあ今日だけは泊まらせてやってもいいよと、うん、ただ、まあ、自分の部屋に引き込まれて、その代わり明日はマジで帰れ、本当に頼むから帰ってくれって言われて、どうしても帰れない理由があるって言っても無理、そこじゃねえんだよね、秘宝は。そこはどうでもいいかな、いつ 帰ればいい、アパートに、とにかくアパートに帰る。妹はね、分からん、友達にしても言ってんじゃん今どこいるの？大阪。どこが飛行？秘宝？何が？つかうちの親さ、母親ももうワクチン打ってるらしいじゃん、2回。で、親父ももうワクチン1回目打ってるらしいやん。いや、ワクチン打ってるのは別に良くねって思うけどね。うちの母親なんかワクチン2回目打っても何にも症状なかったらしいけどね。親父は1回目打って何にもなくて、2回目は月曜日。サムいらっしゃい、ジムいらっしゃい、いらっしゃい。いや、秘宝っつうのはね、本当にね、もう俺はちょっとね、なんか本当にね、ちょっと今日本当に涙が出そうになった、マジで。うん。涙が出そうになった。まあ、前にもちょっとショックだったから、あの、リア友にも電話しちゃって、うん、夢の話じゃない。強く安い。次かね。どうした？ですね。まあでもこれはまあネット関係ないんですよ。まあまあ関係あるっちゃあるか。まあ分からんけど、どうなんだろう。ネットの話、このツイキャスの話はまあまあ。うん、まああるっちゃあるけどもないっちゃない、ね、じゃんけん負けた。いや、じゃんけん負けて秘宝かよ、なわけないじゃん。歯が痛い。いや、そういうそんな話ことではない、全くそういうことじゃないね。まあ今日まあ、ダンスないところで転んだ。いやいやいや、なんどうでもいいわ。まさか仕事クビ？いや、そんなの前も言ったじゃん。まあ今日ちょっと島根帰ってまして島に帰ってて、まあ自分のね、まあまあ趣味があって、サッカーという趣味があるんですけど、まあなんだろうな、趣味がある、まあ、趣味を持ってて、まあ、配信する前はその趣味ばっかりやってたんだけど、フットサルっていうね、うん、で今日大会だったんですよね、エンジョイのね、エンジョイの大会で、まあ、僕はなんか今日人数が多いから、てかチームの創設者なんだけど、人数俺が呼んでた人はチームの創設者がなんか外されるっていうね、悲惨な事態に陥っているのは、まあ前日から知ってたんだけど、うん、まあでも別に見に行くぐらいはいいかなと思って、
大会自体、大会自体見に、見に行ってみようみたいな、久しぶりに会えるしみんなに。いやだからもう走れるとか、別に走れんけど、なんだ、いやなんか人数がもうなんか結構メンバーが多くてみたいな感じだったんで、あだから別にまあそれは別に仕方ねえなと思って、まあ、周りみんなうまいし、うまいしっていうかまあ俺が作ったチームなんだけどそもそもは。練習とかないんだよ。まあ、ワンデー専用のメンバーだから。で、まあ、まあ行ったんすよね。うん。まあ、出雲ドームっていうとこであったんだけど、初期メンバーだけやよ。いや、初期メンバーじゃなくて創立者だっつうの。俺が作ったチームだっつうの。初期メンバーとかじゃなくて。俺が全部集めたメンバーなんだよ。作ったとか大げさな、いやいや大げさじゃガチだから。ちゃんと仕事してサッカーも続けてたら、まあ仕事関係ないけどね。何もそういう人でできない。どんだけ人望実力ないんですか。実力はとかじゃないんだよ別に、人望とかじゃないんだよ。で、人望って言うんだったら最初が総面集めてたの。すごいじゃん。なんなら、島根でもうほんと、そこそこのレベルのメンバーだから。てか、なんなら一番強いんじゃねえぐらいな。まあ、で、まあ、久々のメンバーに会えるなと思って。まあ、会いに行ったんすけどね。会いに行ったんだよ。で、まあ、うちのそのチームたちは、まあ、試合してて、相変わらずうめえなと思いながら。練習真面目に出てたの。いや、だからワンデー西洋の寄せ集めチームだから、みんなとかその強いチームでやってんのよ、みんな。窓からじゃねえわ。で終わって帰ってきて、おー久しぶり、元気みたいな感じでテンション高く俺がみんなに声かけに行ったら、なんで来たって言われて、え？どういうこと？来てもいいけど出れないよ、うちのチームでって言われて、いや別に出るために来たわけじゃなくて、久しぶりっていう、久しぶりを言いに来ただけなんだわ。いやいや、そりゃないよって言ってて、久しぶりだよね、なんかなんで来たとか。うん。大阪から来たの知ってる？いや、大阪から来たのは知らないけどね。全く。何を言われたかっていうとね、まあもともとすごい仲いい人がいて、まあその人がまあ今仕切ってんだけど、今俺の代わりにやってもらってんだけど、なんて言われたかっていうとね、まあじゃあ絶対配信戦だよ、配信戦だよ、本当配信戦だよ、頼む配信戦だよ。いや、しないよね。頼むから配信戦でよ。
やそんな、いやだからこっちも嫌な気するもん、しないのに。で俺の師匠みたいな人はいるんだけど、昔からお世話になった、フットサルめちゃくちゃお世話になった師匠がいて、あの久しぶりっすねって言ったら、おわって言われて、え、キーパーなったんですか、あ、え、反応冷たって思って、何年ぶりか会ったのに反応クソ冷た、今までめちゃめちゃフットサル教えてくれた師匠が、あ、うん、あっち行けみたいな感じだった。マスタージョコジャス、ペペ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 ペ、はー、多分ね、まあ俺の予想なんだけど、多分あのメンツ全員知ってるわ、俺が配信してること。いや一人知ってたらあれだけど、結局ね、噂はね、噂をね、こうバーってみんなが、一人がね、バーってこうやって広めんだよ。配信に嫌われるのか。いや姉妹の人は嫌うよそういうの。姉妹特有だから、姉妹結構そういうの嫌うからね。配信、いや練習中、いやあっちのあれはまた別フットサルだから、あっちは別にいいんだけど、そってかその木曜日に行ってるフットサルチームも出てたんだよ。で俺も別に今日フットサルの大会がで、あの別に俺出ると思ってなかったから、そこ、お俺と思って、木曜のチームがやってると思って声かけたら、いやそっちのチームは逆に、まっちゃんうちのチームに出てよって言われて、いやいや今日道具持ってないです、いやもう裸足でいいから、その格好でいいからって言われて、いやいや無理だろうと思いながら、もう温度差がすごい、そっちのチームは逆に出てよ出てよだったんで、でこっちの俺がもそもそも作ったチームは、え、何しに来たのみたいな話。で木曜日にも来るメンツがいて、メンバーがね、まあ、俺が作ったチームの方にいて、あ、町山はうち今日出れないからね、どこのチームに出るのって言われて、でもひでえなその言い方だと思いながら、でなんかもう空気がすげえ 悪そうだったし帰った。マジで、そう、ひでえな、そもそも俺が集めたメンバーじゃんこれ。ひどくないだろ。いやひどいでしょ。なんでひどくないの逆に。何をどう見てひどくないの。何がひどいの。いやまあいやだから何がひどいのっていうか、お前がじゃあこの状態にあってみればわかるよ。お前空気読めるんだな。え、さすがに空気読んだよね。さすがに空気読んで帰るよね。順番あるのは別のチーム。だって俺別に今はずっと大阪いるじゃん。そんな姉妹でも帰ってきても いきなりさ、大会あることも知らなくて、じゃあ明日じゃあみんな来いよとかってならないから。そのチームだって、その、もうあのチーム数だって決まってるのに。いや、島に晴れてないというのはあんま関係ないね。仕事してないとか全く、あの、そんなの全く関係ないから。そういう仕、あの、なんだろうな、あの、みんな、あの、フットサルのメンバーって別になんか、あの、相手の仕事がなんだろうか、だから本当になんか友達っていう友達じゃないから、別に相手がニートだろうが、あのフットサルが好きで上手ければ歓迎されるし、マジで。お世話に、シュイ。
まあ、配信だろうね、間違いなく。おつみ、おつみ、わあ、ここまでかと思ったね、マジで。あ、ここまでなんだっていう。結構末期だよっていう。もうレベル的にはもうだいぶ末期が来て、末期来てる。そんなネットの世界嫌いもんかよ。いや、あの面、てかあの人たちはみんなそういうの、そういうの嫌いだから。うん。ネット配信とか言って、もう気持ち悪いって思うタイプだから、みんな。いや、俺と同級生ばっかり。まあ同級生、下は20前半だから。配信だけ。だってあとは別にだって、俺たち普通にだってニートの時からチーム結成して、でみんなの働いてる人ばっかりだけど、俺普通ニートだけど、そこでやってたから。やってたっていうか、なんなら代表だったって。まさか。違うんだよ。YouTube を見て知ってるやつもいるんだよ。だって今日そこ の大会の主催者の人がおって、もう久しぶりだと思って大会の主催者の人に挨拶したんだよ。お久しぶりですっつって言って、もうまっつんじゃんみたいな、あのまっつん聞いたよみたいな、あの島根捨てて県外に行って YouTuber してるんだって、いや、YouTuber してないっすけどねって。しかも、島根捨ててってどういう意味と思うの？フットサルはしてるの？って言われて。いや、してないっすね。まあ、いいじゃん。まあ、この、ね、いろんな人生やるから、まあ、実はそういう人生で頑張っていきなよって言われて。なんか、イラつくない言い方。社長かよ。いや、社長ってかそこの主催者さん、大会の主催者ある意味もう来るなよって言われてる。まあ、来るなよっては言われてないけど、ちなみに悲しかったですよ、マジで。いや、これは本気で悲しかった、マジで。なんかもう世界が別に見えたんだよ、マジで。みんなの反応が、見に来てもいいけど近寄れないよ、コケパン野郎。いや、意味がわからん。地元にいないから。いやー、そういうことじゃないね。そういうことじゃない。まあ、裏で聞いた話によると、まあ、まあ、僕はそういう迷惑はかけてないんだけど、まあ、フットサルのあれにも対してもアンチが嫌がらせしてたらしいんだよ、まあ、フットサルチームに。マジかよ、まあ、どういう嫌がらせかっていうのは言わないけど、例えばさ、まあ、例えばチームのホームページとかあったりしたら、まあ、そのホームページをぐちゃぐちゃにしてホームページをバーンってなくさしたりね。でも俺さ、知らんかった、マジで。
いやそうだよ。でも、うん、でも出所どこかっつって多分俺ってなっちゃうね。まあ弱すぎるっていうか、まあ弱すぎるっていうか変なメッセージとかじゃないの。